内藤康博は日本の漫画家、神奈川県横浜市出身、法政大学社会学部卒業、トイトライブ主催の一人、代表作にトライガンなど、幼少期よりインドア派で幼稚園ではスヌーピーの漫画を描いていた。大学2年生の頃に初めて描いたストーリー漫画はサンディと迷いの森の仲間たち。 500部吸った後、カモネキスウィッチブレードというサークルで、同人誌即売会漫画ギャラリーマーケットに、初参加した際は、持っていった100部が完売し、コミティア代表の中村君彦からも絶賛を受けている。大学卒業後は、住宅会社にて、営業職を3年余り経験し、専業作家となる。1990年フュージョンプロダクト、リトルボーイ1990年夏号に、 当人し、サンディと迷いの森の仲間たちが再録される。1994年3月、集英社、スーパージャンプに、コール 4X が掲載される。徳馬書店、ファミリーコンピュータマガジンで、ゲーム、サムライスピリッツの漫画家作品を連載。1995年から、トライガンを、徳馬書店、月刊少年キャプテンで、連載開始。 同作品は1997年1月のキャプテンの廃刊によって中断したものの、増刊と単行本描き下ろしでひとまず完結。同年10月に掲載紙を少年画報社、ヤングキングアワーズに移し、トライガン・マキシマムとして連載再開。2007年20年に及ぶ連載を集結した。2009年にはトライガン・マキシマムで声雲賞を受賞。 初めて買ってもらった漫画の単行本は、天才、バカボン。中学生時代に、高橋留美子の、うるせえ奴ら、細野藤彦の、さすがの猿飛びなどの洗礼を受け、中学2年生で、大友勝洋の、さよなら日本に衝撃を受ける。大学生時代には、ドラゴンボールで、鳥山明にハマる。好きなアニメは、宇宙戦艦ヤマと、銀河鉄道39、機動戦士ガンダム。 重票絵押し風潮など、相当のアメコミファンであり、スポーンのフィギュアをわざわざアメリカのトイザラスまで買い付けに、行くほど熱心なコレクター。フィギュア収集としては、SIC 等も集めている。また、海外の新進気鋭のアメコミのイラストレーターたちとも、信仰が深く、たびたびパーティーに招かれ、出向いている。絵柄はアメコミから強い影響を受けており、 第5枚や見開きを使った大胆な構図と視線誘導を特徴とするアクションフィギュアのリボルテックに使用されるリボルバージョイントの開発者の一人でもあるヤングキングアワーズの同僚作家の平野光太や六道紳士とはいわば戦友の中ありがとうございます